じゃあ、ちょっと自然に、潮が引くようにね、ライブも終わると思うんですけど、まあちょっと盛り上がってるんで、ちょっと出してください。千葉おわ埼玉、千葉おわ埼玉、千葉おわ、ごめんなさい、埼玉、千葉おわ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 埼玉、どんだけやってんねん。エロ本見るより興奮するビレッジバンカくらいって、結構仕事できるとできる人じゃねえのかよ。俺もそんなにもらってねえぜ。俺は10そこらだぜ。ギャル界はギャル界は今月40くらいって結構仕事できる人じゃねえか。俺もらってねえぜ。俺もらってねえぜ。10そこそこだぜ。10そこそこだぜ。2010年9月18日火曜日にできた。もうこれだけさらき出すと、もう裏の皮まで、見えるかもしれないです。さあ、そろそろ、なんかさっきここにおられた家族連れの方もおられたんですよね。まあ、じゃあ最後に、ちょっと時間、セカンドいただきまして、本当に僕が言いたい言葉をちょっと、愛したいと思います。一番何を言いたいのか、タイ行こうかな。じゃあ今日は本当にありがとうございました。またあ、ごめんなさい。ジャパン、ジパング、トーチ、ジンジンジュで、会いたいと思います。僕はここから出たら、ジェントルマンに、ちょっと程遠いか近いかわからないんですけど、まあこれは、僕の一部、大部分かもしれないですけど、と思いますが、ありがとうございました。皆さん、どうも、お気をつけて帰ってください。ありがとうございました。あ、コールなんだ。え